シ田ダ町は、福岡県東部に位置していた築城郡の町である。2006年1月10日、隣接する追城町と対等を合併し、築城町となり、自治体としてのシ田ダ町は消滅した。現在は、築城町の東側に組み込まれ、町の中心地をなす。町役場は、築城町役場として、業務を行っている。以下、消滅前日までの情勢を記す。 行橋市の南側に位置し、北側は、諏訪灘に面し、南側は、ほとんどが山間部である。椎田駅周辺を中心に、市街地を形成しており、市街地の中心部を、国道10号が通っており、町内の国道10号沿いには、コンビニエンスストアや、ドライブイン、レストランなどが多くある。また、町内の八津田地区には、航空自衛隊追記基地がある。 ショッピングに関してはルミエールが利用されることが多い。行橋市内から約1 0トルほどと比較的近いことから市外局番はで、追記町と同様に行橋市、京都郡と同一であり、生活面では、武善市や中津市よりも行橋市との結びつきの方が強く、京都郡同様に行橋市の小規模経済圏に属する。また、椎田駅から行橋駅までは、 普通列車で約15分。椎田町中心部から行橋市中心部までは車で約20分ほどである。経済面では北九州市の広域経済圏の北九州都市圏に属し10%通勤圏内であるため北九州方面に通勤、通学する人が非常に多い。また椎田駅から北九州市小倉駅までは 普通列車で約45分、快速列車では約35分である。また、隣接する追記町との関係も密接である。江戸時代は中塚江道沿いの宿場町であった。当初は、行橋市、西川町、勝山町、豊津町、追記町との京築一市五町で合併協議を進めていたが、2003年11月の椎田町、 追記町議会で住民から出された部前市、追記町の豊地区一市二町合併協議会設置案が、追記町議会で可決。椎田町は否決したが、追記町は、県地区一市五町合併協議会からの離脱を表明し、県地区一市五町合併協議会は解散した。しかし、議会では、豊地区一市二町合併協議会設置案に、 反対する議員が多かったため、議会は幾度となく紛糾したが、2004年10月、豊地区一市二町合併協議会設置案は可決された。2004年10月、豊地区一市二町合併協議会を設置し、無前市、追記町と合併の協議を進め、公募で新市名を豊地区市と決定し、2006年3月までの合併を目指していたが、 シーダ町の住民投票で反対が多数を占めたため、その結果を受けて合併協議会は解散した。その後、水域町と合併協議会を発足させ、わずか1週間で全項目を了承。2006年1月に、築城町を発足させた。武善市との合併には賛成派よりも反対派が多いと見られ、将来的には、行橋氏市との合併を望む声が強い。 武前警察署管内高等学校中学校長立小学校ありがとうございます。